チョイスです。サードライナー、二塁ランナー飛び出しているがランナーに当たった。これもダブルプレーと言いましょうか。二塁の鬼崎はセーフになります。まあ、鬼崎からすると2つのプレー連続でついてますけどね。2対2の同点です。まあ、今4回の裏の守備が終わってダグアウトに戻ってきたときに石井拓郎コーチがかなりこう強い口調の表情で話をしてましたけどもね。機嫌悪いですね。僕ね、2月のキャンプ、はい、カープの練習を見に行ったんですよ。その時にすごく基本的なゴロを取って送球、ゴロを取って送球という、はい、すごく丁寧にやってて、うわこのチームはいいチームだなっていうの印象がすごく、ね、強く残ってるんですよね。そのチームが今最下位に低迷してて、今日のプレーを見ると、はい、まあ、もう一回キャンプからやり直した方がいいのかなと思っちゃうんですけども、まあ、プロなので、まあ、その修正はね、すごく簡単にはできると思うんですよね。はい、翌日練習すればまた元に戻ると思うので、